さあ、トイさんこっちは、はい、てことで、今日はね YMC ちょっと宣伝したいなと思って皆さんちょっと見てもらえたらなと思います。さっきは M ゾーンチャンネルなんでしょ。はい、じゃあまあ適当でいいですね。それはいかんでしょう。並びに YMC ね、YouTube を登録してもらえると助かります。俺頑張って暑い中撮影してるんですよ。ぜひ登録してください。でも M ゾーンチャンネルなんでしょ。なんでそう、なんでそうなの。ちょ、おかしくない。ここの宣伝もしてるんだよ、わざわざ。ちょ、待ってよ。何、なんか吉田自動車の時の撮影と、うんうん、ちょっとテンション違くないですか。それは俺のチャンネルだもん。しなみくんもそうじゃん。来た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 。で、自分のところのチャンネルじゃないと思うとこんにちはなるじゃん。一緒ですよね皆さん。ということでチャンネルとあの登録者取り合わせるんでということでですね、今日はね、あの、はい、俺のゴリ押しクルメ屋さんということで、ゴリ押し、ちょ、まあ、ゴリ押しっていうかね、俺もずっとここに来てるんですよ。まあでもなんかあれだよね、未だにまだ登録してない人、知らないよっていう人がいるんで、いるから撮ろうっていう話になったんですよ。そうで、俺ここもね、かれこれも13、4、5年ぐらい。僕より長いっす。長いんですよ。もう全然知らない時からいるんで。で、たまたまね、俺なんでここに来てるかちょっと説明していいですか。昔ね、745i って黒の7シリーズ俺乗ったの、 E 型の、はいはい、E65 か、初期の古い方の7を乗ったんですよ、はい、その時にね、はい、俺たまたまここの目の前で警告ついたんですよ。おオイル残高なんちゃらかんちゃらって、わやべえと思ってパッて横見たら、おっ BM 屋さんがあると思って、ここその時ね BM ばっか並んでたんですよ。そうだね。そうで、俺てっきりその時ね BM 屋さんだと思ったの。おちょうどいいとこの BM 屋さんあると思ってぐるっと回って、こっちから入ってちょっと怖いなと思っていや結構いかつい BM がいっぱいあったから怖いじゃん。だからちょっと大丈夫かなと思ってドキドキしながら入ってきたの。もうそしたら皆さん優しい方で、はい、そのたまたま社長がいたんですよ。最初社長が対応したの。そう、社長がいて、どうしましたって言うから、ちょっとオイル入れてもらってもいいですかって言ったら、あ、どうぞどうぞみたいな、中入ってくださいみたいな感じで。ぼったくられんかったですか。お金取られてないんですよその時俺。そう、ただでやってくれた。なんて良心的な、なんて良心、あ、吉田自動車、吉田自動車か。これあの補充だったから、あの1リターちょっと、はい、だったから、あ、いいですよって言って、また来てくださいねって言って俺ただでやってくれたんですよ。まあなんて良心的な人だろうって。すごい吉田自動車か。でそっからね、警告めちゃ出るじゃん言い方って。出るね。もう毎週のようにここ来て診断してもらって、ここおかしいね、ここおかしいねって言って、そのうちのテスターの回数券配ろうかって言われたぐらい俺ここに来てたんですよ。テスターも1回いくらってもかかるじゃん。まあそうだね。そうで、何がおかしか見てもらって部品注文するのはするんだけど、うん、あんまりにも頻度が多すぎて言い方ってすごいんですよ、壊れるのが。すごいな。すごいんですよ。よう壊れる。もう毎週毎週来たら、はい、そのうちね回数券出そうかって言われてってぐらいのね頻度で来てて。なるほどね。ここのお店結構好きだから、ちょっと皆さんにもね、うん、ぜひ来てもらえたらなって。もちろん日本車でも OK なんですよ。そうよそうよそうよ。日本車でも輸入車でも。そうよ。最近ね、ありがたいことに皆さん来てくれるんですよね。はい。で YouTube 見てますって言われると、結構県外から買いに来てくれるね、わざわざ。そうなんですね、ありがたいことに。あれ、いらっしゃる、いらっしゃるのでね、いるのでね、ありがたいなと思って。で、まだ知らない人にね、うん、どうしてもここちょっと高いなってイメージとかあると思うんですよ。なるほど、高いなって思ってんですか皆さん。入りにくいのと高そうなのと、修理したらなんか他の車より高いんだろうなとか、そういうイメージがないですか皆さん。はい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 、はい、まあ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 。でね、皆さんね、結構ファーストクラスのに行きがち、若い子。まあまあまあ、もうこんな、うん、こんなタイヤして、こんなタイヤ、こんなあっちゃこっちゃ引っ曲げてファーストクラス行くんですけど、まあ、そういう車ここ入れないんだけど、あのですね、意外と若い人も来るんですよ。20代の方とか、全然来る、ね、10代の人も来るよね。全然来る。普通に買ってチャレンジャー買ったりするもんね。そうなんですよ。そんくらいね、ラフなお店で、塩見くんもこんな感じなんで、ディーラーよりは全然入りやすい。入りやすいでしょ。入りやすい。ただ見た目でね、決めつけちゃってる、はい、入る前に、はい、なのでね、ちょっと皆さんよかったらね、YMC 何ができるの。車両販売、車両販売と各種保険、保険と修理、修理、車検、車検、診断、診断、板金、板金、塗装、塗装、車にまつわること全般、あとレッカー、あの恋愛相談とかも、まあ、それはいいんですけど。大事やろ。恋愛相談、相談はまあ、仲良くなってからしてください。まあ基本的に車に関わること、カスタムもねやってくれるし、部品も、はい、タイヤ交換でできるもんね。できるよ。はい、ホイール欲しいって言えばやってくれるし、車高調つけたいって言えばやってくれるし、うん、持ち込みもやってくれるの？持ち込みやるよ。何でもやってくれます。基本ね、うちね、できないことないんじゃない？
断らないスタンスなんで、うん、で違法改造以外違法改造以外ね違法改造以外ね、ほんとなんかありがたいこと今年なんか特になんかおかしいんだけど、うんうん、毎週来るたびにさ、うん、車入りきってなくない？もう溢れてるんですよ車が。台車もないし車も溢れてるしなんか人も足りてないしキャパオーバーになってる。ほんとそんぐらいなんか皆さん来ていただいて、はいはい、そう全然仕事が回ってないです。逆にね、逆にみんなが来すぎちゃって、ありがたい悩みなんですよ ね、はい、ねありがたいですね。そうこのご時世、まあ、なんで修理とかちょっと待ちになっちゃう可能性もなくもないね。なんか泣きにしもあらず、まあ、はい、内容によると思うんですけど、まあ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 、そうで結構ね困った修理とかもやってくれるんで。いやーね、いや違うんですよ、メカニックが優秀なんですよ、いろんな人がいる。まあ個性すごいよね。個性すごい、癖が強い。塩見くんともなんか相性がなんかよくわからんし、バチバチやっとるし、早くやれやれって仕事だからね。はい、まあね、そんな感じでね、みんながみんなでもう追われてやってるんで結構面白いんですけど、来てもらえたらなと思って。まあ、旗から見てる分には面白いんじゃない？はい、で、まあ一応ね、ここのチャンネルも登録してほしいなと思って、はい。そうよ。YouTube も特にそうなんですけど、これね、何のためにやってるかって、やっぱ皆さんにね、輸入車を知ってもらいたいなと思って、まあそうだね、興味持ってもらいたいなと思ってやってるので、はい、それも含めてやってるんで、ね、今2024年8月7日、はい、現在登録者数9600ちょっとだね、ちょいなんで年内なんとか1万人来たいんで、ね、そう行きたいなって、はい、よかったら皆さんね登録してもらえたらなと。そうよ思います。そうよって俺なんかさっきからなんでちょいちょいおねえ出てくるか分かんない。はい、なるほどね、だしね、出てる車結構もう売却済みでもうねなくなってる車が多いんですけど、回転早いね、はい、こういう車扱ってるんだよっての見てほしいんで。そうだね、はい、そうだから動画見て問い合わせある時もあるんですよ、うん、でやっぱもうその時売れちゃってるんですよね。そう売れてる。そうただ同じような車を持ってくることはできるよ、まあ、そうだね、うん、各種オークションも入ってるので、うん、この動画になった車みたいなのが欲しいって言ってもらえれば、うん、シュービックも血まなこになって探してくれるんで。そう、はい、そうよ、各種スーパーカーも OK よね。そうよそうよって頑張るよ。まあでも比較的ねここの車ちょっと後で見るんですけど値段がね絶妙なんですよ。とまあまあそのなんだろうな、単体で見たら高いんですよ。1台ずつの単価で見たら高いんですけど、高いのかな。いやでもさグー見てよ、もっと高いとこいっぱいあるよ。だからその車に対する価値ですよね、相場を見ていただくと大体安い、大体安い、そう割と安い方にいる。安いちゃんと。そうなんですよ、それをね何が安いのかちょっと今から見てもらおうかなと思って。そうなんです、じゃないとなんかさ目指せてうまいよね。そう絶妙なとこでやっとんすよ、ね、悩むよ悩むよねということでね、はい、ちょっと在庫の車値段とかねどういう車か見て、はいはい、紹介したいと思います。はい、その前に皆さん YMC チャンネル登録してくださいね。お願いします。2回押しとかんよ、1回だけで。お願いします。遠近法やめてもらっていいですかチャンネルボタンは何回押すの？3回でお願いします。3回。3回。でも今登録してる人が押したらやばいよ、それはまずいな。はい、ということでね、じゃあ今から在庫一段ガンって見ていきましょう。いいですか？いいよ。アウトレットもあるんですよ。ちょっと言い忘れた。アウトレットもあってローバミニとかあと下取りのした車とか、国産車とかもね置いてたりするんですよ。マジですか？マジです。いいじゃん。でね結構買ってくると高いんですけど、下取りだったら結構安い値段で。そうなのよ、出したりしてるんですよ。国産車って、うん、逆にオークションとかから仕入れると値段合わないんですよ。高くなるよね。マジで合わないんで、はい、それ下取りのやつをうまくパッと流した方が絶対安い、はい、そうでね、ここの車の下取りまた程度がいいんですよ。そういうことなんです。お金持ちが多い、車大事にしてる多い、うん、綺麗に乗ってくれてる、うん、っていうことで結構評価点が高い、うん、でも多いよね。多いよ。距離も少なかったりするし、距離も少ない、うん、なんでグーとかで結構最安の方にいたりするぐらいの車もたまに。下取りとかだとマジ最安いくから、はい、めっちゃ安いんでね、よかったらチェックしておくだけでもいいと思う、はい、そうだね。一応アウトレットとかの URL も書いとくんで、はい、こまめに見てもらうと、あこの車安いなって連れてくると買いなので、はい、はい、ってことでじゃあちょっと在庫ちらっと全部見てみようか。頑張ります。何台ぐらいの方に40はあるでしょ。40はあるよね、うん、もうでも車溢れてるよね。溢れてる、はい、ってことでじゃあ見ていきましょう、はい、頑張ります。もうなんかね車がねもう無造作に置かれちゃってるっていうね。よし、収まらんね。なんか車収まってないです。てか整理整頓今できてないからね。そうでここねちょっとあの車が本当に入れ替わりが激しいのと、うわかっこいい車ある。ポルシェこれ1200万ぐらい、1350万ですね。おこれすごいですよ。そうなんですよ。世にねなかなか出てない GT4 ってやつで、はい、マニュアル。おマニュアル。そう
で左ハンドル、多分ね今ねグーカーセンサー1台しかない。これこれだけ、うん、世にも珍しい。ああ左のマニュアル5300キロ。5000少ないね、はい、じゃここねあのですね結構マニアックな車が多々あるんですよ。そうだね、こういうパナメーラのさエアロ付きとかも珍しいんですよ。珍しいね、あんまりないよね。はい、そうでね、なんか社長とかが一生懸命探してくるんだよね。そうだね、マニアックな車を。これもじゃあ世にも珍しい車。もう珍しい、ね、さっきの X7 どこ行った、あっちにいるのか。あれかっこいいんだけどね、あっちで後見ようかね。でさっき言ったさ何が安いって、シュル君何が安いって、ちょっと見てこれ、ベントレー598万円ですよ。コンチネンタル GT です。すごくない、これ。しかも距離23400キロ。カヤーって、俺にカヤーって言っても、うん、そうなんですよ。値段を見てもらうと分かるんですけど、かなりこれ乗ってきたらさ600万の車に見えんね。見えないでしょ。見えんね、誰か乗ったら1000万以上するような車に見えるね。もう見え張りたいな、これでしょ。そう、見え張りたいならこれを乗れ。まあその後の生活費はどうなっても知れません見えだけで買うとねでね、売約売約と SL、 SL もかっこいいね。698万てかみんなが思う高い金額っていくらからなんだろう。やっぱ600万とか500万超えてくると高いって認識なのかな。高いと思うよ。でも相場で見ると安いからね。そうだね、でこの辺逆に安いのかな。400万ぐらいだったら買えそうな車、29500キロ。あ、もう懐かしいでしょ、シュニッツァって響きが懐かしいですね。すごいシュニッツァ、これ動画撮ってないじゃん。俺もシュニッツァやん。これ動画撮ってないじゃん。撮ってないね、撮らなかんわ。そうなんですよ、この辺もね安いし。こっち高級パー、ほらこれも安い。そうだからカスタムしてる車も多いし、ほぼノーマルの車も多い。だから M スポ系とかだよね、うん、純正のちょっとかっこいいやつ AMG ラインとかね。と走行距離うち少ないですね。少ないね。これもかっこいい、ほらこれかっこいいね。これもかっこいい、M4、エアロフルエアロついて、こっちもそう。あ、こっちか、あ、こっちを言ってて、こっちこっちこっち M4 ほらかっこいい。なんかノーマルじゃないし、車高下がっとね、とりあえず結構下がってるよねこれ。とりあえず下げときゃいい。そう、とりあえず下げとけば OK って感じ。そうで、チャレンジャー、アメ車がまたよく売れる。アメ車動きいいっすね。これも売れたね、うん、ロッキュッパーね。チャレンジャーね、あの分かる人が見たらね多分安いと思う。安い、安いと思う。アメ車ってさ難しくない、あの形が全部同じじゃん、うん、どのグレードかによって値段が、エンジンで値段変わるじゃん結構。グレーダーカタログないからね。ない、ディーラーがないから、はい、だからこの、ね、値段がちょっとねパッと見は分かんないと思う。高く感じるかもしれないし、安く感じるかもしれないし、まあ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 、これコンバーチブルだもんね。コンバーチブル、これ67%で、こういうエレノアルックの不思議な車もあったりする。なかなかないよね。なかなかないよね。あのこういう改造車って一点物だから、もしこれ売れちゃったら次探すの大変とか出てこない可能性が見つからないと思う、うん、高いんですよ、うん、なのでこれと思ったら買った方がいい。そういうことなんです、はい、新品で、ね、買えるもんだったらね。そうなんです、同じもの作れるけど、うん、乗ってみると結構だからね、ドイツ車、アメ車とかイタリア車とかイギリス車とか、うん、いろんなメーカーあるね。ある。昔は本当に BM ばっかだった、てかほぼ、てかもう全部 BM だったね昔は。そうだね、うん、今ベンツとか入ってるからほぼほぼそうだね、 BM だったね。そう、もうここ全部3とか5とか7がダーって並んでたから。そうだね、なんか90とかのイメージ。そう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 、こんな感じでね。ポルシェもちょいちょいあるもんね。ポルシェもちょいちょい入ってますね。マセラティ系も多いね、レバンテとかギブリとか。そうだ ね、ギブリね。あとこういう珍しい、これルビコン、あ違うわ、これはサハラ。これサハラか、うん、この辺もなんかさ難しいね、知らない人が見たら分かんないもんね。分かんない。この間ルビコンあったよね。ルビコンあった、あれも高いよね。あれも値段下がらんすね。ね、で向こうにもね、あのなんだっけ、ブロンコ、ブロンコこういうボルボもいいよね、うん、安いで、ギブリ、ボルボにギブリにチャージャー、チャージャー、メガーヌ、これ売れた、早いね。売れました。これ1週間ぐらい、1週間いなかった、うん、1週間ぐらいですかね。これも安かったよね。安かった。まあ割とね安いのが多い。こういう珍しい車もある。ほらブロンコ、ブロンコ、
これは並行車だよ、並行車とか日本にないよねこれは、うん、でこういうジムニーとかもあるしねえジムニーじゃないこれ違った大きいジムニーですね、大きいちょっとジムニーワイドぐらいのやつなんですけど、そうですね、これ2年もほらジムニーぐらい2クッパーだからね、ワイドロングです、ね、ワイドロングのジムニーとか真っ赤なチャレンジャーとか、あワイドロングトールん何ですか、ワイドロングトールです、はい、ちょっと俺さっき今日いつ入ったの、昨日入ったやつ、どれが F7 最近、そうだね、ちょっと1個見通して車がある、めっちゃかっこいいのある、これかっこいい、しなみくんむちゃかっこいいね、これフルバルド、俺と一緒に海に行かねえかってナンパしに行くの、ちょっとご遠慮すぎますって言われるよ多分、お疲れかっこいいねこれ、おおおかっこいい、まあ、せっかくの X7 なんで後でこれ撮ろうよ、いや内装もかっこいい、茶川だ、せっかくの X7 なんで、はい、熊谷くん連絡待ってます、乗り換えで、乗り換えで、はい、在庫はね常にくる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 変わってるので、誰がテンパや、俺の真似しないでもらっていいですかはい、ということでね、まあでも本当だよね、そうよ、常に変わってるのでね、はい、チェックしてもらってれば、はい、いいね、いいよ、はい、なので国産車ももちろん新車も取り扱いします、こちらにある通りダイハツのお店なので、ハイジェットでも OK です、ハイジェットですから、ハイジェットですから、はい、ちゃんとカスタムでも OK です、はい、ってことで皆さんぜひぜひに遊びに来てください、よろしくお願いします、うーす、まあこんな調子だよね、来ても多分ね同じ感じでうーすって言ってから多分いいと思うんで、うーす、はい、いつもこんな感じですってことで今日はこの辺で、さよなら、バイ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 